スネーク、聞こえるか？ああ、なんとか。スネーク、よく聞け。応急手当てが必要だ。動けるか？応急手当てをするんだ。頑張れ。よし、いいぞ。治療を始める。パラメディック。スネーク、いい？落ち着いて処置するのよ。しっかりしなさい。もっとひどい兵士を見たことがある。できる？少佐、ザ・ボスが、ザ・ボスが亡命した。そのことは後だ。君の治療が先だ。さあ、しっかりして。まずスタートボタンでサバイバルビュアーを開くのよ。そこでキュアーを選べば治療が行えるわ。治療は装備品ウィンドウボタンを使う薬物治療と武器ウィンドウボタンを使う外科治療に分かれるの。あなたが負っている重傷は左肘と脇腹の骨折に左上腕、右肘、右上腕および腹部の切創よ。外科治療で処置を行って、まず治療カーソルを左スティックで患部に合わせるの。患部を選択したら武器ウィンドウボタンを押しながら左スティックで治療アイテムを選んで決定ボタンを押すのよ。それでそのアイテムを使った治療が行えるわ。骨折に必要な処置は固定具を使った患部の固定と包帯の2つ。切創に対する処置は消毒薬による傷口の消毒、縫合セットによる縫合、止血剤を使った止血、包帯の4つよ。必要な処置をすべて行えばその重傷は完治するわ。わかった？しっかりしなさい。さあ、サバイバルビュアに入って重傷を治療するのよ。スネーク、よくやったわ。今から迎えに行く。そこでじっとしてろ。回収気球を投下する。設置できるか？Thank you.
これでいい。大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホッドもソコロフももらった。この女はどうします？何者だ？ソコロフの女らしいです。いい女だ。私がいただく。変な気を起こすな。キス・オブ・デス。KGB？ 利用できそうだ。妥協もいい。地に連れて行きますか。そうだな。ソコロフの設計局も様子見だ。早速この手土産を使わせてもらおう。ダミさん、敵対しているとは同志です。私が撃つのではない。これは亡命したアメリカ人、あの女が撃つ。同志、核を使うんですか。アラームを忘れるな。大佐。